そうか、やはり許せないか。宝玉よ、月牙天将だ。何を驚いてんだ。怖いか、自分の目の前で。黒ひつぎ、オローも死神も超越した私の放つ今のあんたの力より俺の力の方が上だ。妙な気分だな。今度は俺から聞こうか。今なんで距離を取った？私の剣を止めたことが嬉しいか。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。遅れを取るのは確かに、一時は死神とホローの境界を破壊し、超越者となった。君は、超越者たる私の手による死を迎える。終わりだ、黒崎一郎。終わりだと。もうやめにしようぜ、アイゼン。見せてやるよ。月牙天将だ。その姿は。まだ倒れんか、イチゴ。倒れねえって言ったはずだぜ。最後の月牙天将ってのを聞き出すまではな。言ってやる。最初の段階で俺を倒せたはずだ。それくらいの力の差が、戦いをやめて身を隠せばいい。そのくらいのことはできたはずだ。どうしてこいつの剣から寂しさばかりが。よく気づいた。最後の月牙天将とは、この天差残月は本来お前自身。受け入れれば貫かれることに痛みなどあろうはずもない。この戦いを始めた時に言ったことを。意味は技の極意とともにこの刃から直に伝わるだろう。最後の月牙天将ってのは、俺自身が最後の月牙天将。この技を使えば、私は死神と別次元へと進化を遂げることで、死神も人間も私の霊圧を感じ取ることはできなくなった。バカ、そんなはずがあるか。人間ごときがこの私を超えるなど無月。この技を使えばお前は死神の力の全てを失う。
まだ再生するのか。死神の力が消えて、見ろ、残白刀が消えていく。残白刀とその能力が一体となった君と同じ。終わりだ、黒崎一郎。こんなもの、ヒツ。ようやく発動したみたいっすね。はい、その軌道はあなたが完全な変貌を遂げる前、最も油断していた時にあなたが宝玉と融合した場合、あなたを殺すことはほぼ不可能になるだろうと考える。そうか、それは残念だったな。私を封じることなどできるものか。それが宝玉の意志っす。黒崎さんのおかげっすよ。これほどまでに戦って追い詰めてくれたから発動できたんです。あなたを首都は認めないと言ってるんですよ。うわぁ、私はお前を別助する。お前ほどの頭脳がありながらなぜ動かない。そうか、あなたは見たんすね。世界とはそういうものなんですよ。それは敗者の理論だ。どうあるべきかについて語らなければならない。私は一号。